それでね、これ真横です。で、これうつ伏せです。はい、まず真横で見させてもらうとですね、ここが頭ですね、はい、前歯。で、ここが奥歯です。はい、ちょっとだけ不正攻防の軽いのがありそう。だからもっとちもち食べなあかんよ、はい、ということですね。削れなくなっちゃう。削らないといけなくなっちゃうんですね。はい、で、頭。で、これが胸、はい。で、この白い塊が心臓です。はい、そうするとです、特にこの、この真正面で見たときに、はい、胸があってね、これ皮膚のラインがありますよね、はい、そうすると皮膚のラインとここ、はい、これ脂肪なの。あ、太ってるんですね。そういうこと。あのチンチラさんは太ると上半身に脂肪がつきます。だからこういうところにかなり脂肪がついてる、はい、あとこれが胸で、はい、胸に比較して心臓サイズが若干大きいと思います、はい、これね、この心臓が。でも肺は綺麗ですね。肺は綺麗だと思います。で、今度、お腹ね、はい、お腹と膀胱をチェックなんですけど、はい、まあ、横向きでこういう風になってますね、はい、ここに胃があって、これが肝臓です、はい、ちょっと肝臓も若干でかいかな、はい、それからこのお腹の中は膀胱ここら辺にありますわ、はい、石があれば白く濃いのが映ってきますけど、はい、膀胱があって尿道が、この子女の子だっけ？男の子です。男の子ね、はい、膀胱があってこんな風に尿道があります、はい、で、ここにペニスがあるわけですけど、はい、そうそう、そこのどっかに白い塊があるとまずいわけですけど、今のところはないですね、はい、ただレントゲンで映らないくらいの、はい、要はちっちゃい砂があるんだと思いますね、はい、ただまあそれが塊にはなってないからさ、はい、だからそれは治療してた方がいいよね。真正面で見てもいい。それと中間飛ばしましたけど、骨の移り具合ね、はい、頸椎、胸椎、腰椎と、はい、まあ、あの頸椎、胸椎、腰椎、綺麗に映ってます、はい、異常とかもなさそうですね。これもね、3歳、5歳過ぎてくると変形性脊椎症になる子もいるんですよね。今のところそういうのはなさそう。股関節も結構綺麗だし、だからまとめると、奥歯の不正攻防がちょっとある、はい、心臓が心拡大がちょっとあると、からちょっと肥満だなと。あと肝臓がちょっと、肝臓もちょっと大きいかな。そういうことです。ちょっとチモシばかり食べさせるように頑張ります。そういうことです。だからチモシに、ね、測って食べさせた方がいいですね。はい。いいと思います。